プレスリリースっってててどういういうに変わってきてるんですかプレススリリース自体が生活者に読まれるようになってきて、ニュースメディアとあまり区別なくプレスリリースも見られるようになってきたなとは思、まあ、PR の予算感とか、えー、費用対効果、どういうふうに考えて、本社で考えてるのか PR ってお金をかけたほど一概に成功するとは言えなくて、例えばその開発の背景だったりとか、社会の課題感を捉えて、しっかり発信できているかどうか。予算だったりお金に関わらず大きな はい、誰にでもチャンスがある高校メンバーだけが持っていればいいし、広報ではない、PR 思考を持っている社員の濃度が高ければ高いほど、世の中に伝わっていくものってのが増えていくるんじゃないかなと、はい、全社一丸となって、その PR 思考を磨いていくといいんじゃないかなと、うん はい皆さんこんにちはピボットの竹下ですトップランナーを招いて今注目の取り組みをインタビューで深掘りするクエスチョンズ始まります今回のテーマは PR の王道プレスリリース最前線をテーマに PR タイムズの提供でお送りします世界で初めてのプレスリリースなんか1906年ぐらいまで遡るらしいですね100年の歴史があると まあそんな歴史があるプレスリリースについてまあ徹底的に深掘りする番組にしたいと思いますでゲストはですねあの夜な夜なビールあのクラフトビールの夜な夜なビールで有名なヤッホーブルーイングの広報担当者本当にプレスリリースのプロなんですよねあとやはりプレスリリースといえば PR Times このプレスリリースのプラットフォーム企業の担当者を呼んでまあプレスリリースの歴史からあとテクニックそして本質的なことまでこのプレスリリースの決定版のような番組にしていきたいと思いますのでぜひ楽しみにしてくださいでは番組を始めます はい、本日のゲストをご紹介します。prtimes の松本恵里香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本さんはあの普段営業されてるんですが、あのプレスリリースアワードの責任者でもあるってことですよね？ はい、えーと。私は PR タイムズの営業としてふだんはあの PR タイムズをご利用いただいている企業に対して、まあ良いプレスリリースの発信だったりとか、えー、もっと効果的になるにはどうしたらいいかというところのサポートを中心にしているんですけれども、うん、今回、プレスリリースアワードというイベントを2021年からやっておりまして4年目になるんですけれどもそちらの責任者をやっております。しかも立候補したという。 はい、立候補をさせていただきましす。すごいですね。はい、このプレスリリースアワードって、なんかプレスリリース界の中、ノーベル賞みたいな感じですよね。そうですね。はい、プレスリリースアワードは、こう一位とか。対象を決める性質のものではなくて。プレスリリースって、こうさまざま、あのいい点があったりとか。いろんな、こう活用の仕方ができるので。こう各賞を、十賞くらい作っていまして。その中で、その賞に当たるものを決めるという。じゃあ、もう日本全国のプレスリリース、今はくまなく。 見てるってこというですね、はい。今チェックしています。ちょっとその辺を今日ぜひ聞きたいので、またよろしくお願いします。お願いします。はい、続いてのゲストは、ヤッホーブルーイング広報のユニットディレクターの渡部昇一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ヤッホーさんはプレスリースアワード二千二十でインフルエンス賞を受賞したんですね。あ、そうなんですか、はい。ありがたいことには、昨年のプレスリースアワードで、私たちが出した昨年のプレスリース。そちらを、あの、まあ、えっと、ご評価いただいて。 ですねなるほどでも本当に広報がお上手でクラフトビールっていうジャンルをなんか王、はい、社が作ったんじゃないかなと思ってましてありがとうございます、うんまあ、広告宣伝費が限られる中であのいかにこううちのビールだったり作ってる思いみたいなものを知ってもらえるかここにこういろんな創意工夫をしてきた会社なのでもちろん会社の DNA としてもやっぱり広報マインド PR マインド強いですし まあそこのの代表ととしててて候補の役割を私が持たせていたせいているといいだるう感じですねプレスリリースに話を切り替えてキーワードがこちらの5つになります。PR タイムズというキーワードあとはプレスリリース最前線これちょっとすごい気になりますねあとはプレスリリースの役割というのもやはり改めて考えたいですし、まあ、さっきおっしゃっていただいた、まあ、プレスリリースアワードこれ何かそして PR 志向というのは 全員が持ってなきゃいけないのでこの辺も聞いていきたいと思うんですがまずちょっと PR タイムズってよく聞くんですけどこれどんなな会社なのか PR タイムズという会社でプレスリリース配信のプラットフォームの PR タイムズが。あの ありがたいことにたくさん使っていただいていてあの夢かなと思うんですけれども実はそれ以外にもタスク管理のツール「j o t っていうツールだったりとか、はい、カスタマーサポートツールの「頼り」っていうものも事業をやっておりまして会社としては「行動者発の情報が人の心を揺さぶる時代へ」というミッションを掲げているんですけれども、うん、私たちの言葉でこう世の中を前に進めようとして こう頑張っている人たちのことを行動者と呼んでいるんですけれども、どそういった行動者の方々のこう行動をまあタスク管理だったりとかプレスリリースの発信っていうところで後押しできるようなそんな事業を中心に展開をしています。なるほどじゃあ全部つながってるわけですね。はい全部つながってる。今何社ぐらいあるんですか PR タイム使っている人。 えー、2月末時点では利用、えー、企業は9万4000社9万になりまして、はい、上場企業のうち57%が使っていたりですとかあとは2023年にグロース市場に新規上場した企業に絞ると80%以上が p r タイムズを使っていただいているみんな使ってますね、はい、検索したときに上に出てくるからたまたま開いたものが p r タイムズプレスリリースだった。はい っていうようよなケースもすごく増えてきていてそういう意味で他のニュースサイトとかニュースメディアとあまり区別なくプレスリリースも見られるようになってきたなとは思います私も毎日見てますがトレンドを見ててどのプレスリリースが流行っているかを見て世の中のトレンドをちょっと勉強させてますす、ね、そそうです、ね、そういうでねい活用の仕方もあると思います確かにニュースメディアみたたな感じですねわりましたちょっとその上でじゃあ今のプレスリリースの最前線はどうなっているのかってこテーマに行きたいんですが。 どうですかねあの今、プレスリリースってどういうふうに変わってきてますか。もう最前線、はい プレスリリースはもともとメディアに向けてこう報道してほしい時とか取り上げてほしい時に報道向けの素材として出すものだったんですけれども PR タイムズだったりとか世の中でこうウェブだったり SNS の活用がすごく増えてくる中でこうプレスリリース自体がこう生活者に読まれるようになってきたというところがこ変化としてあるかなと思っていてプレスリリースにこう例えば画像をたくさん入れるようになったりとか。 動画を入れてくださってもう生活者の方がそのまま動画を見れるという状態になっているプレスリリースも多くありましてプレスリリースとしてのコンテンツの立地化というところはすごく進んだなというのはこの近年ですごく感じるところにしています。なるほど この 4, 5年でぐわっと増えもう毎年増えてるんですね、はい、毎年増えてまして、うんえー、やっぱりコロナ禍があった時に、はい、こうメディアの方も直接取材に行けなかったりとか、はい、あのなかなかこう直接写真とか動画を撮りに行くことができなかったっていう時にプレスリリースを通じて企業側から素材を提供することっていうことのも価値も高まっていったかなと渡部さんどうですかやっぱりプレスリリースが素材からコンテンツそのものになったっていう変化は。 ヤッホーブルインさんもその変化感じてますかやっぱり画像素材動画素材っていうのがふんだんにこう使えるようになったそれはあの紙の A4 前提ではなくてやっぱりインターネット上のあの画面で縦スクロールでこう見れるというあのやっぱ変化があったのでそういう意味では、まあ、A4 の制約ではなくて自分たちが伝えたい情報だったりとか画像素材動画素材こういうものをちゃんとこう配置することができるようになっているっていうのは。 あの変化ととしててすすごいあるなと思ってますね、うん、じゃあより時間をかけて気合を入れて、うん、まあ編集マインドを持って作んなきゃいけない,、うんいうね、そうですねそう思いますね。うん、PRTimes さんにリリースをこうアップする時って少しこう LP を作る感覚というかあの、はい、いわゆるあ,のあるじゃないですか LP っていうそのホームページの一枚、えー、1を作る、はいはい、みたいな。 ああいいう感じでこう配置していくみたいな感覚で作ったりもしたりするので私の感覚自体もずっと A4 で紙に収めるっていう頭でいたんですけどだんだんこう変わってきたなっていう感じは。 あな、ねはい、るほど松本さんその上でじゃ企業は何に気をつけたらいいですかそうですすかそうね、はい、プレスリリースではあるのであのメディアの方向けであるという前提はやっぱり変わらない部分はあそうなんですね、はい、ありまして、うん、特にこう一般の方向けとか生活者消費者の方向けになるとこうついぜひ買ってくださいとか、はい、あのぜひ使ってくださいって言いたくなってしまうんですけれどもただ PR だってプレスリリースというのはそういうものではなくて。 でこう自社が何の課題を解決するかであったりとか自社の商品がどういう,こう特徴を持っているかっていうところを、まあ、開発の背景なども踏まえながら紹介をしていただいてでそうするとこう共感する方だったりとか。 えこれいいなって思ってくれる方がこう見てくださるのでそういう,こうあまり宣伝感を出しすぎないというかなるほど告知感を出しすぎないこともプレスリリース PR で,あの PR では大事なこと,かなとすそうかメディアを突っ飛ばして消費者生活者に届くとはいえこのメディアに向けているというこの姿勢は絶対なくしちゃい。 渡辺さんどうですかやっぱり差しかいなと思ったのは単にビールおいしいですよと買ってくださいだけじゃ本当にそうだなと思ってあのいくらいろんな生活者の方に見ていただけるようになってきてるとはいえそのプレスリリースの目的というのはしっかりこうファクトを伝えていくというのが大事だと思っているのでそこはぶらさずにこの製品があのなぜ作られたのかでそしてこの機能として何を持っているのか。 でその製品を持って会社が何をしていきたいのかっていうまあその企業が出す発信なのでその企業のアクションとしてその出す情報が何なのかっていう位置づけはしっかりと定義をした上でプレスリリースなどで使った方がいいかなと思いますね。うんなるほど。あの渡辺さんこの予算感とか費用対効果はどう考えますかあのやっぱり PR とまあ広告って明確に違うと思うんですけど、うん、PR の予算感とか。 費用対効果はどういういうに考え御社で考えてますか私たちはあのその予算官としてはあの、まあ、小一般消費財を作っているメーカーなのであの、まあ、知ってもらうことと、はい、あとはその、えー、うちのブランドへの、まあ、好きになってもらうこと、うん、この2つの軸を評価にしていて主に前者の,その、まあ、リーチですねどれだけこうあの露出できたかっていうところが今私たちが見ている指標になっています。 なのであのすごい短絡的に言うとあのプレスリリースないしは広報活動していかにこうメディアの方にあの取り上げていただいてでそれがあの私たちではこう到達できないお客様のところに情報を届けていただいてでそれを知っていただくだその出た数だったりとか量ここをあの効果測定として使っている指標になっています。う 広報活動とか PR ってなかなかこう予算では測り、はい、予算の費用対効果では測りづらいところがあってそれに悩まれる方もすごく多いっていうのは事実ですね。おっしゃっていただいたようにどれだけ露出が出たか量だったり数っていうのを測る方法もありますしあと やっっぱりちょっと広告と違ってこれだけ予算をかければこういうリターンがあるというものではないのでそれはこうもう少し中長期的な視点を持ってもらって実はプレスリリースでもよくあるのが。 あの二年前に出したプレスリリースを検索したら、メディアの方が見つけていただいて。なるほど。うん、今からちょっと取材してもいいですか。そうか浮上してくるんですね。はい。うこう情報の資産としてのこう価値がプレスリリースにはこうストックされていくっていう点ではあるので。うん、まあそこでこう見つけていただいて、あの後からでもこう取材につながったりとか。いいお取引につながったりっていうのはこう P. R. だからこそあるものかなと思っているので。うん、こう、まあ、かけた予算に対して、情報がこうストック。 されていくみたいなところもあの PR の価値の一つかなというふうに思います。ヤッホーブルーインさんはそのプレスリリースアート受賞していますけど、一番大事なことってなんですか？プレスリリースを成功させるために一個何か要素を挙げるとしたら何が一番大事ですか？私が思うのは結局企業私たちは何をするのかっていうのを一言で言う,うんこれを言えないものはやっぱりプレスリリースとしての価値がこう下がっていくような気がしていて。 例えば、あの後ほどご紹介します。隠れ節目祝いっていう施策であれば、はい、私たちはその隠れた節目を迎えたお客様をお祝いするっていう一言をしっかり作ったんですね。そこを軸にして、やっぱりプレスリースというのはこう肉付けされていくものだと思うので、私が一番大事だと思うのは。 結局何をするんですかに答えられるかどうかこれをどんどん詰めていくというのが大事なんじゃないかなっていやシンプルですねちょっとその辺をベースに次のテーマに行きたくてですねプレススリリースの役割。<noise> まずこのヤッホーブルーイングというのはプレスリリースアワード2023年でインフルエンス賞を受賞したと。 まずちょっと松尾さん、このインフルエンス賞って何ですか、はい。インフルエンス賞というのは、はい、プレスリリースの発信と活用によって。社内外に最も広く、好意的な影響を与えたプレスリリースに、送られる。で好意的。はい。それどうやってわかるんですかそです。そうですね。例えば、こうメディアの方の、こう報道の仕方だったりとか、S. <S N. S. での反響の出方だったり。 とかあとはこれはちょっと社外からわ分からないですけれども社内で例えばこういうコミュニケーションにつながったこういう話題に上がったとか例えば頑張ってるで、ね、って声をかけられたとかあいいですね、はい、そういったこともあのいい好意的な影響に値すするかなと考えてます、うん、受賞理由ってあるんですかそうですすかそうね、ん、受賞理由はやっぱり、はい、今渡部さんもおっしゃっていただいたように、はい、隠れ節目祝いっていうか。ではなく

大人が自分の時間を持ててるるよよううになってビールを飲め僕も子供もちっちゃい時そういった節目ってあるにもかかわらず、はい、なかなかこう顕在化していないものに対してそこをこうキャッチーな言葉で「隠れ節目祝い」っていうふうに発信をしていただいた中でこの企画自体がなぜ生まれたのかっていう背景でも、はい、ヤフーブリングさんだからこそのその時期に解約をされる方が多かった。 なるほどはい、お客さんをこう失う機会にもかかわらずこうあのなかなかそれをのに対して解決する手段がなかったところからあのヤホーブレインさんがこういう企画を立てていただいて共感が広まっていったりとかあの自分もそうしたいっていう,こう共感の輪が広がっていったっていうことがあの、まあ、メディアの露出にもつながっているとま何ら300件近くですかね。<laughs> はい <laughs> 本当テレビの報道とか新聞がもう10件以上でなんかウェブ含めると300件近くみたいなそうですねやっぱりあの商品のプレスリリースだったり、うん、企画を何か発信しようとすると、はい、特にあの、ま、ビールのような有形商材の場合には、はい、商品の写真だけになってしまいがちなんですけれども、はい、そこへホーブレングさんはすごくこだわっていらっしゃって例えば賞状を掲げられている写真だったり。はい とかあとはこう当事者の方がちょっと共感してあの見られるようなイラストもついていたりだとか、はい、結構こうプレスリリースを読んでいるだけでもその場面の想像がつくようなお写真にもすごくこなわっていらっしゃるので、うん、そこも非常に評価できてこれ本当ビールが前面に出るとあなんか宣伝だなってちょっと引いちゃうんですけどこれを見ると少し、まあ、人社会の価値観の変化も感じると思うんですよね。あのビールを飲む機会っってていうのは今までは仕事終わって 乾杯お疲れみたいなのが全然違う節目が出てるというのはやっぱりてていい、ね、これ実際効果としてはまあ300件近くの反響なんですけどなんかお客さんんととのの関係かか社内の影響ってどうだったんですかこの施策を体験された方々はやっぱりヨナなナなルの引用というのが頻度が高まってるっていうのもそのアンケートの結果からも分かっていてその今まではただのビールの中の一つだったものが。 あのこういうまあ隠れ節目というその兆しに私たちが着目をし注目をしてそれに対してアクションしたことでまあそのワンオブゼムだったものがその唯一無二の,のビールブランドとして認識していただけているというのは定量的にも分かっていてすごい効果をあの感じましたなるほど、うん、ただこれ気付くためにやっぱ社内もそういう雰囲気というか感度が高い人が。 いないといけない気がするんですね。その辺の社内の雰囲気ってどうだったんですか？実はこの授乳のタイミングでサブスクを解約されるお客様がいたっていうことはずっと昔から分かっていて。はい、で、そのお客様に対して顧客対応しているユニットのスタッフが。実はこう小さく、こうお祝いをしたんですね。へ<ー>その。個人として。個人、個人、そのスタッフ個人として、はい、その一人のお客様、二人のお客様、にも本当に数は少ないんですけども。はい あの解約されるタイミングだったりとか戻ってこられるタイミングとかにまあおめでとうございますっていう形で小さくこうお祝いをさせていただいていてそういうことがこう社内でこう発信をされていてでそういった中でこう何かこう企画を考えるメンバーがこの,あの兆しってここだけの話じゃなくていろんなところにあるんじゃないかっていうそこの気づきを得てこういう企画にこう。 なっていったっていうのが。そう,かそうやってプレスリリースって作るんですね。<laughs> そうです、ね。松本さんやっぱこういう優秀な企業ってやっぱこういう社内からうまく発掘している企業多いですか?。そうですね。うん、広報って校長とセットなんですね。<ー>広くあのお客さんの声だったりとか、社内の声を聞いて。それを試作とか商品に反映していくっていうことができている。やっぱりヤホーブレイングさんがすごく素晴らしいなと。お聞きしながら、うん、はい、感じていました。松本さん、他に事例ってありますか?。はい、あの裏通りの。 どんダバダというあ、はい、あのまあ、新製品をですね2022年3月に発売させていただいたんですけども、まあ、当時あの新発売ということでこの製品があの何なのかっていう話とあとはそのこの製品を通じてあのどうこう盛り上げていこうかなっていうところを考えたきにこう発信させていただいたプレスリースになります。はいはい、若い世代を あの想定してあの作ったブランドでしてあのこう自分の好きに夢中で生きるっていうコンセプトでこの製品を開発していましていろんな仕事とかね忙しいこととかあるんだけどもその中でもこう自分らしく生きるっていうことをあの大事にしたいって風潮ってあるよねとそれを反映したまあブランドとしてこの「裏通りのドンダバだという製品をまあ発売させていただきました。 盛り上げの施策として、渋谷とか表参道にその架空のバーにつながるドアっていうのを、<ー>あの、のね、設置したんです。はい。で、そのドアを開け、開けると合言葉が書いてあって、その合言葉をもとに、うちのこう公式ベアレストランに行くと、裏通りのどんバ、ドンダバダがもらえるっていう。うん、まあ、そういうキャンペーンをして、まあ、その内容もこのプレリスリースの中にしっかり、あの、入れさせていただいて、あの、狙いとかも含めて。 あのこれを発信をさせていただきました。鈴、ね、の写真とかなんかちょっとおしゃれですね。写真もやっぱりこだわってらっしゃるなって,るっていうところが、うん、あのよくわかりますね。レトロ感というか、こう商品に合うようなこうお写真を使ってらっしゃるっていうところも非常に素晴らしい点かなやっぱりそのビールそのものよりもその世界観とか楽しみ方を提案しているっていうことなんですかね。おっしゃる通りですね。やっぱりクラフトビールというその商材自体があのまあ私たちのこだわりをこうしっかりこう詰め込んだ。 あの商材になるのであの世界観を伝えるっていうのはすごい大事でプレスリースっていうのはファクトが中心で機能性を伝えていくってことがメインにはなるんですけども世界観を伝えたい部分は伝えたいわけですよねそういう部分は写真ビジュアルでこうしっかり伝えていくってことは意識はしてますね確かに、うん、松本さんこれ他の企業さんが真似したら、まあ、みんながラジカセの前で商品を置いても滑る気がするんですけどな何をしたらいいですか まずあのやっぱり画像にこだわっていただくっていうのはすごく大事かなと思っていて、うん、まあやっぱり画像で伝えられるものって文字よりもすごく多いのであのそこにこだわっていただくのは一つ大事かなと思いますしもう一点あるのが「あの。 コンセプトというか開発の背景をすごく丁寧にこのプレスリリース書いていただいてるんですけど、はい、ここに書かれているのが実は20代30代のビールの世界に魅せられたブルワーの方たちが開発されましたっていうようなエピソードまで書いてあるんですけれどもあどあそういったところとかあとはこうあの合言葉を伝えるとこのビールがもらえるとか、うん、そういったこう世界観とかコンセプトまで含めてそれが好きだと思ってもらえる方たちに向けた発信ができているなっていうところが非常に 素晴らしい点だと思いますしこう PR でこうたくさんの人に伝えたいって思う気持ちはすごく大事なんですけれども一方でそのたくさんといってもこうターゲットがぼやけてしまうので N=1 になる人は誰なのかっていうのを決めておくっていうのもすごく大事だと思っていてそういう意味で誰に届けたいかっていうのが明確になっているのがこうプレスリリース発信する上でも大事かなと思いますそうかプレスリリースってまあマスに向けつつ絞るのも大事なんですね。はい ただこういう人というよりも社会がどういう課題感を持っていて、うん、あのそれに対しての解決策としてこれがあの役立ちますというような出し方をするとあの結果的にそのターゲットとしてもこう絞ってられることが多いかなと思なうので、はい、そこのこうホワイトの部分をしっかり考えていただくというのも大事かなと思います渡部さんこの場合はホワイっって何だったんですかな何を 伝えまあ、世界観ですご分かったんですけどどういういうに絞っていってたんですかねこれはあのもう製品開発の時点であのもうコンセプトというのがすっうしっかり決めていくというプロセスを私たちの会社はやっているのでその中でこう Y をこう決めていったっていうことですね若い世代の,そのインタビューとかを重ねていった中でその自分の好きに夢中で生きるっていうそのインサイトっていうものを見つけてきたということが、まあ、製品開発のメンバーからもしっかりシェアをされていて。 プレスリースという形に落とし込むときにはあのそのそ製品開発のまあいろんなあの、ね、文章とかあの情報あるんですけれどもしっかりとこう社会に伝わるような言葉にこに変換していくところを商品開発のもう、デー1から始まってるっちゃ始ままっっってるっす、ね、そうですねでやっぱりこれは誰に向けて作っている企画なんだっけっていうところはもう戻りながらこう常にやっていかないといけないところかなと思っていて。 やっぱり S. リースを作る段階においても、それはやっぱり外してはいけない。なるほど。ここじゃ当時の企画書とか、うん、まあ、パワーポートが見たりするんですか。そうですね。うん、もういろんなことをさかのぼったりとか。私たちの会社の規模でいくと、まだその、いろんな顔、顔と名前がまだスタッフが分かり合えるので。例えば、これ、ブランドを作ってるメンバーと。あ、そのビールの中身を作ってるメンバーっていうのが、別々にいるんですけども、まあ、それぞれにこう話を聞きに行って、これはどういうコンセプトなのかとか。このビールの特徴って何か。 ある製法に特徴はあるのかみたいなところは私たちがこうヒアリングをしていって製品開発メンバーだけではなくて私たちの広報の視点から魅力を探し出すっていうのはあります、ね、ああちょっと第三者視点っぽいそうですね入れていくんですね。はい、なるほど次のテーマに行きたくてですねプレスリリースアワードいよいよ松本さんの出番ですよ。プレスリリースアワードこれはなぜ作るようになったんですか 1906年の10月28日に今のこうプレスリリースの元となるような初めてのプレスリリースが出されたあの歴史があるんですけれども、はい、その10月28日を PR タイムズでプレスリリースの日に制定をしておりまして<ー>で、えー、10月28日プレスリリースの日でこう盛り上げていこうとしているんですけれどもやっぱりこう広報担当者の方って でメディアに対してとか社会に対してこう発信をしているにもかかわらず結構裏方のようにう、ね、あのなってしまうことが多くて、うん、あまりこうその功績を世の中に発信していくタイミングとかがなかったりするんですけれども、はい、そういった方々もあの日の目を浴びてしっかり称えられるべきだと思っていますしあとはこうプレスリリースの発信をこうした広報担当者だけじゃなくて。 それこそビールを作った方とか<ー>企画のこうコンセプトを考えた方などもこうプレスリリースの発信に至るまでにこう貢献されている方だと思っていますので、まあ、そういった方々の行動すべてが称えられるような機会にしたいなと思ったのがプレスリリースアワードの開催の背景になりますしかもそのアワードを見ていけばあベストプラクティスが分かるというあこうやればいいんだって広報担当者かりますすよねねそうです、ね、渡部さん、どうですかやっぱり受賞したことの効果ってありますか 効果はやっぱり三つぐらいあるかなと思っていて、まあまずはあの社員のモチベーションにつながりました。モチベーションはい、はい、今回受賞いただいたあの格力署名祝いというのはパパママスタッフがかなり関わっていることもあって、はい、プレスリースワード受賞しましたって社内にお知らせしたときはまあそういうメンバーからえすごいねこうやって認められるんだねみたいないいですねなるほどことはあの声はいただいたりしてるしているので、はい、自分がこう関わった比較っていうものが、はい 世の中にこう広がって広がるだけではなくてしっかりこう,こうアワードで評価されるっていうのは2つ目はあのやっぱり社内での広報への期待感は高まったかなと思っていて何、はい、かあったたら広報に相談しようみたいな、なるほどそういうことはあ,のありがたいことにいろんなスタッフが声掛けをしてくれているのでこのプレスリリースアード受賞も一つの,その要因になってるんじゃないかなって思います。 3つ目はやっぱり社外からの反響も結構大きくて、まあ、特にその広報とか PR に携わっている方々からは「隠れしめ祝い見ましたよあの企画」っていう声がすごい増えたなというふうに思いますねなので社外からもその企画自体だけじゃなくて PR タイムスさんという第三者から評価されているっていうのはブランド力を上げている一つのようになっているような気がしますね。すすごい。3つもここの、まあ、メリットあるってことですけど、あの 今年も松本さんやるんですよね。はい。今年は2023年の8月1日から2024年7月31日までに発信されたプレスリリース、これは PR TIMES 以外で発信されたものでも大丈夫です。あ、いいんですか。はい。すごい。はい、はい。例えばこうメディアの方に直接送りましたっていう <laughs> そんなのもいいんですか。大丈夫です。すごい。ですし、こう他のサービス配信サービスを使っていても大丈夫です。えー、寛容ですね。はい、はい。あのプレスリリース自体とこう発信文化の普及。 だったりとか可能性のこう追求に、はい、あのしていきたいので、はいえー、その1年間に発信されたプレスリリースというところで10月28日プレスリリースの日に、えー、10章と。 あとは最終選考にノミネートした企業さんもだいたい毎年100社ぐらいいらっしゃるんですけれどもそこのノミネート者の発表というのも予定してますなるほど、はい、どういう企業さんに応募ししてほしいですかそうですすかそうね。ずっとずっと温めてきたプレスリリースをようやく出せたみたいな方もあのもちろん歓迎をしていますし一方で PR 以外の担当者の方にもあのご参加いただきたいなと思。なるほど。っってやっぱりこう、PR、パーソン、 だったりとか広報担当者だけが必要なものではなくて、うん、こうそれこそ企画の段階からあの PR 視点を持っていた方があの結果的に世の中に発信するときに思考が変わらないまま発信もできると思ってぜひちょっと PR っていう思考方法があるっていうことをあの PR 以外の方にも認知していただく機会にもなればなと思ってますな,るほどなんでそんなに PR に思い入れがあるんですかってて私はすごく民民主主的的だから好きでして 例えば広告もすごくいい手法ではあると思うんですけど、はい、PR ってこうお金をかければかけ,かけたほど一概に成功するとは言えなくって例えばその開発の背景だったりとか社会の課題感を捉えて、えー、しっかり発信できているかどうかっていうところでこう予算だったりお金にかかわらず大きな効果を生むことができるので、はい、誰にでもチャンスがあるっていうところがすごく私は魅力的だなと思ってます。 ああいいですなんかそういうふうに表現した人初めて聞きましたねなんか面白いですねなるほど。あとさっき PR 思考っていう言葉もあの印象的だったんですがそれでファイナルテーマにいきたいんですがあのやはりまあ今後企業が PR する時におそらく PR パーソンだけじゃなくて開発者の人もこういう思考を持ってた方がいいと思うんですけどどうですか PR とは何ぞやというか PR 思考って何だと思いますか P.R. 思考はあのまあ、あらゆるこうステークホルダーの方々にこう届けるための思考法なのかなというふうに思っていて、はい、誰に対してこの情報を発信していくんだっけっていうところを常に考えていくことなのかなって思っています。はい、で、その根幹となる考え方がやはりその w h なぜやるのかと、なぜうん、あとは何をするのか why と what ですよね。ここをしっかりと磨いた上でじゃあ誰に 情報をを出してててていいいいここううとを次に考えていくっっののが大事なのかなか思います先ほど松本さんからおっしゃってましたけどもあの広報メンバーだけが持っていればいいし広報ではないなと思っていてあのやっぱりその,その PR 思考を持っている社員の濃度が高ければ高いほどその世の中に伝わっていくものっていうの増えていくんじゃないかなと思うので、はい、全社一丸となってその PR 思考は磨いて 行くととといい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 んんじゃないかななかかかかっってて思思思ままますすすすしあの弊社も頑張りたいなと思います松本さんいかがですか PR 思考って何だと思いますか会社を大きくしたいと思ったら自社のサービス買ってください、うん、知ってくださいってつい言いたくなると思うんですけど自社だけが伝えたいことだけを発信していても世の中の方って聞いてくれなくってやっぱりそこにどういうメリットがあるかとかどういう課題を解決してくれるかっていうところをこう交えていくことによってようやく社会の方からも 聞いてもらえるようになったりとか話題にしてもらえるようになるというところがあるので世の中の声に耳を傾けるというところが PR 思考にも通じてくるというところなのかなと思いまますわ、うん、かりました、はい、あのちょっとそろそろ時間なので最後にです、ね、あの PR というかプレスリリースの未来について聞きたいなと思ってそれであの締めたいと思うんですがまず渡部さんからど,どう思いますかプレスリリースの未来ってどういうふうに見えてますか。 プレスリースのの未来はあのもう変わらず重要なななものであり続けるんじゃいいかなと思います、うんはい、プレススリースアワードというものを PR タイムさんがやっていることもありプレスリースという多分認知度とかあの普及もされていくと一般の生活者の中でプレスリースっていう言葉を知ってる人がどんどん増えていくそうすると企業の情報をアクセスする時はプレスリースって調べようみたいな人が増えていくとなるとどんどん企業の,その公式発表が 世間にこう見られるようになってくると思うのでそういう意味でもプレスリリースとは何な,何なのかっていうところを考えていってしっかり書き続けるしっかり発信し続けるっていうのが企業には問われてくるんじゃないかなって思いますなるほど松本さんいかがですかプレスリリースの未来そうですねやっぱりもっともっとユニークなプレスリリースも出てくるといいかなと思っていまして、はいはい、例えばあの最近でもあったのがこう資金調達のプレスリリースをこうただ調達しましたっていうのではなく でちょっと漫画形式にして発表されていたプレスリリースがあったりですとか、はいえー、そういうユニークなプレスリリースも増えている中でもっともっとメディア向けであるという前提は変わらないんですけれども一方でこう企業らしさとかブランディングとか、えー、というところをもっと伝えるための手段にもプレスリリースになるかなと思っていますのでただこう企業の事業だったりとかサービスのこう機能性ちょっとこう ななかなかこういろんな会社が出る中で差別化しづらいポイントにもなってくると思うんですけど、まあ、そういったところではなくてよりこう会社が目指しているこうミッションビジョンだったりとか、えー、そこにこう関係するようなプレスリリースが出ていくことで会社としてのこうブランディングにもつながってくるようなそんなユニークなプレスリリースも出てくるとなまあそれが今度のプレスリリースアワードでかか出てくるかもしれないです、ね、受賞するといいなと思います。ということで本日すべて質問を聞き終わりましたので本日のアンドクエスチョンズ以上 となりますヤッホーブルーイングの渡部昇一さんと PR タイムズの松本恵梨香さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました